にちは、芸術界ヒーラーの早紀江です。今日はここ高知県の、東神棚に来ております。後ろ見えますか？もうね、ものすごいエネルギーの巨石があるんですけれど、これはその昔レムリアの方々がここに上陸したっていう風に言われている場所で、パワースポットですね。そこに今来ております。一説にはこの場所の、下にクリスタルが埋まっているんじゃないかという話もあったりします。今日はですね、この四国のエネルギースポットから皆様にエネルギーをお送りしたいと思います。すごい雨が降ってきました。龍たちもたくさん来ています。はい、ではそれではやっていきたいと思います。ヒーリングを受け取る際は受け取ると意図されてください。ここから古来のレムリアのエネルギーも、送られていきます。龍たちもたくさん来ました。それでは参ります。お受け取りください。四国のエネルギー、龍のエネルギー、そしてレムリアのエネルギーを感じていただけたら嬉しく思います。どうもありがとうございました。溺れました。